栃木のきらり人。栃木県イメージアップ貢献賞は栃木県産業協議会が主催し、産業経済、芸術文化、教育、社会貢献、スポーツの4つの分野で優れた業績が認められ、栃木県のイメージアップに大いに貢献した企業、団体、個人の功績を称え、今後一層の発展とご活躍を期待して贈られます。今回のきらり人は、芸術文化部門受賞、東邦学園大学1年ホルン奏者の今石元助さん。今石さんは第2回全日本学生国際ソロコンクール神田楽器部門でグランプリに輝き、栃木県のイメージアップに大いに貢献されました。私自身、賞を取って、今までの努力が形として見えたことはとても嬉しいです。一応国際的な立場としてのコンクールとして、第2回のコンクールでは、優勝を、取ることができたんですが、その前回第1回の時では予選で落ちてしまったので、大変嬉しい気持ちでいっぱいです。特に意識したことは、メロディーラインとしてこう流れが見える演奏、そして音楽的に優れた演奏として自身を、いろんなものを見に行ったりとかして勉強してきました。音楽的にすごいリハルト・シュトラウスっていう作曲家の、良い点がすごく見える作品なんです。それを、自身として演奏したいなと思って選べました。高音がかなり厳しいラインとしてあって、なおかつそこに向けて その音楽の流れとしてこう持っていくっていうのがかなり難しい作業で、それを頑張りました。本当一番最初にファンファーレとして のすごい提示部があるんですけども、そこがすごく大好きでいつも練習してました。当時の演奏を振り返ってみると、第一に先ほど言った、流れができている、音楽的な流れとして、その曲が見えているとか、あとは当時のリアルト・シュトラウスが作りたかった像としての形を、一応私自身作れたのかなとは感じていまして、その点が評価されたのかと思っています。手応えというのは特になくって、でも自分でやれるものをやったし、音楽として自分が目指したいものは作ったっていうのは、聴衆に見せる場としては自分として頑張ったなと思いました。ホルン演奏をしようとしたきっかけというのは、小学生の頃に友人に誘われて吹奏楽でホルンを選んで、そこからもう毎日今まで練習してきます。やりたいことをすると考えた時に、勉強よりもホルンに優先したいなという点もありまして、それで中退という形ではあるんですけど、しました。高校を続けて勉強した方がいいんじゃないとか、やってみてもいいんじゃないかみたいな意見もあって、自分で決定させていただいた結果、そのような結果になりました。今は後悔しないようにっていう感じで頑張るっていう感じで、どんな曲も楽しいポイントとかを自分で見つけてやっていくのがすごい好きなので、やりたい時にやるっていうことが一番ベストだと思っていて、何より音楽っていうのは自分の欲求に従ってやるのがやっぱり一番綺麗にうまくいくというか、その音楽性としてやっぱり一番大事なのは自分でこうしたいっていう気持ちなので、やっぱりこう今こうやりたいって気持ちを大事にして練習してます。今現状だと、ちょっと留学とかをして、本場の音楽というものを学んで、それで日本に来て、いろんな自分としての音楽をもっと追求していきたいなと思っています。ホルンというのは何より私と密接につながってくれている存在で、友人として何より大事に思っているもの